エアコンつければよかった。いや、コメントがね、コメントを出すボタンがなかったんですよ。コメントとかこのランキングとか見れるところがなかったから一回切った。切りました。切れたんじゃない、切った。で、何回やってもね、こうできなかったら、こうこうやってくるってやったらできた。まあ、お気になさらず。こんばんは。久しぶりじゃない？元気？雨大丈夫です。前髪切った？切ってないよ。長い。必要ないから切ってない。もう家だとずっと前髪上げてるんですよ。だから必要ないから切ってない。あー、めっちゃもうこっちにカメラつけちゃったね。バカだね。間違えた、間違えちゃったー。めっちゃ激しい雨降ってる。マジで嘘じゃん。あ、雨は降ってるけど、多分降ってんのかな、これ。ちょっと分かんなかった。おしゃべり会延期は残念だけど画面越しで見れてるし、そう、おしゃべり会がなくなっちゃったから話そうかなと思って、こうゆるかタワー、これフルさんだ、ありがとうございます。なんでゆるかなんだろう。痩せました。だって嬉しい。食べて寝てしかしてないよ。とっても嬉しいね。マジ本当に食べて寝て食べて寝てしかしてなくてさ、絶対太ってると思うよ。でも太ってると思う。季節限定らしい。海ギフトか。海のギフトね。なるほどね。あら、かわいいクマさん来た。ゆうたくん、ありがとうございます。なにこれ、かわいい。人形？人形クマ？ぐうたら生活が、そうですよ、やばいよ。もうね、一回10時ぐらいに起きるんだけど、10時ぐらいに起きて天井眺めてぼーっとして、何してるかな、なんか SNS 見て、でもう一回寝てお腹が空いたら動き出すっていう生活してる。この何、なんかこう、何これ、何これ、サンゴ、サンゴみたいなやつ。何何これ、すごい。バキさんとイカンさん、ありがとうございます。どんな海になってってる、このこの壇上が。そう、そんな生活をしてる。
あのプロジェクターをねちょっと前に誕生日ぐらいに買ってもらって、で最初はこう寝っ転がってこう上で見れるようにしてたんだけど、なんかずっとこうやって上見てるのしんどくて横向きたいなと思って、横ベッドのベッドからこう横でこう見れるようにプロジェクターをつけてこうバーンってして、でもう一生もうあのこうやってあのペットボトルの飲み物も置いてて、もう飲み物もあるしお菓子はいつも食べないからあんまりいらないとして、もうプロジェクターで部屋真っ暗で、しかも最近雨だからもうめちゃめちゃ昼間も真っ暗なのね、部屋真っ暗で、もう YouTube とか Netflix とかずっとこうっていう生活してゴロゴロしながら、あとはお腹空いたらキッチンでなんか作って食べる。でもなんかお昼一回起きてお昼ご飯ぐらいに絶対お腹空くじゃん。だからちょっとだけ食べて掃除とか洗濯とかしてって感じですね。マジで何もしてない。でもなんかそんな生活を送ってたらさ、映画見たりとかドラマ見たりとか YouTube 見たりとかしてるわけじゃん。なんかこう一個がなんか映画とかだったらもう2時間とかなんじゃないですか。そしたらなんか気づいたら1日終わっててびっくりしちゃう。ほんとにびっくりよ。雨だから洗濯物乾かない。そうなんだよね、全然乾く。でももうあの浴室乾燥様にも助けてもらってますね。はい。なんかみんなのさ、このドラマだったり映画だったりこれいいよみたいなやつ教えて。この映画見てとかさ、このドラマ面白かったよとか。実際今期やってるドラマとかも全然見てなくてさ、何もついていけない。なあ、面白い映画ドラマでも、なんかこの YouTuber さん面白いでもいいよ。あ、やばい、待って、止まらん。写真撮っていこう。どういう系が好きだろうか。何でも見るけどね。箱詰めってなんだろう。プラチナデータとか懐かしい。前やってなかった昔のやつだよね。懐かしくない？見てたわ。映画だっけあれ、忘れちゃった。見たよ。箱詰めは何、めちゃめちゃ面白いけんおすすめ。箱詰め、あ、ドラマね。え、これ今何話なんだろう。ついていけるかな。え、ドラマ、これドラマだよね。あ、すごい、スイッチオフにしよう。どこまで行ったんだろう。
水曜夜10時まだ4話まで、ちょっとフールがあるじゃん、フールで見ようっと箱詰めね、オッケー、いける。あ、なんかすごいすごいすごい、あとはやっぱり早くて分かっていても見てるよ、さすがにあれは見てる、もうってなる、やや見てる。エミリーも箱詰め、あ、エミリーもおすすめの箱詰め、あ、そうなんだ、エミリー会いたいな、分かっていてもは見てる、孤独のグルメなんか面白そう、何で見るんだ、一人でご飯食べるってやつ孤独のグルメって何ジャングルクルーズ見たい、見たい、見たい、ジャングルクルーズは見に行きたいんだよね、深夜食堂ね。なんかネットフリックスとかフールにあるやつ教えて。東京なんて読む、メル。なんて読むのそれ。これも今やってるやつ？これも今やってるのか。何これ？映画？日曜日のドラマドラマだった、刑事物、緊急救命救急、お、病院、コードブルーみたいな感じ、これ面白そうだね、アンフェアはやっぱり面白い、うわ見てた見てた、めっちゃ見てたな、指原チャンネルがおすすめです、見てますよく見てます、しげチャンネルも見てるよ、ボイス面白いよ、ボイスね、韓国ドラマのボイス見たんだよね、意外とね、私めっちゃドラマ見てたんだよ昔は、最近は本当にね、テレビつけなくなっちゃって、ダメだダメだ、ナースのお仕事はだって懐かしい、めっちゃ好きだった、あれ見てギュッギュッギュッって言ってたって言ってた、お母さんがお城届いた、悪魔さん届いた、徳ちゃんとまさきさんありがとうございます、
あれめっちゃ好きだったな、なんか。ぎゅうぎゅうぎゅうって言ってたあれ。あれのこと。ナースのお仕事。Hulu しか見てない。Hulu と Netflix、Amazon プライム。とことも入ってる。やばいね。あとはディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルじゃない、ディズニープラス。あと YouTube ですね、よく見てるのは。ギャオも結構無理割り、そうなんだ、見よう。なんかね、最近ね、マジで何も見るのがなくなった時はもう無限にあのコナンくん見てる。もうずーっとコナン見てる。私見るもんなくなった。ゴムドットとスカイピースのコラボ面白いよ。めっちゃ見てます。私もめっちゃスカイピースさん大好きで、だから毎日見てる。毎日見てる。コナンはね、なんかどんどん遡ってます。今どこまで見たんだ。なんか今年のをずっとこう遡りながら見てたんだけど、ちょっと音鳴るなーって。あ、鳴らんかった。でもなんかさ、今シーズンどこまで、シーズン24じゃん。これを24全部見て、見終わったから23全部見て、22全部見てみたいなんで、こうなんか1年ごとにこう1シーズンごとに下がっていってんの。どんどんさ、バカみたいな見方してる。本当に頭が来てる。まさきさんだ、ありがとうございます。マジでバカみたいな見方してるのね。逆にその1シーズンはこうちゃんと順番に見てるんだけど、このワンシーズン全部見たら、この一個前のワンシーズン見るみたいな、めっちゃバカみたいな見方しちゃってるのね。それでね、17まで戻った。だからこのシーズン17を全部見終わったら1にしようか。あ、始まった、始まってしまった。ただいまーとか言って、コナン君がただいまーとか言ってる。はい、1から見ようかなって思ってるよね。なんでこんな見方をし始めたかというと、もともと好きで24をずっと見てたんだけどね、なんか、あ、24見終わっちゃったなーみたいになって、じゃあまあ23見るかみたいなんで1個戻るじゃん。でシーズン23見終わっちゃったなみたいな、気づいたら17まで戻ってきたっていうやつですね。そういうやつですね。ゆうとくん、ありがとうございます。くまさん、名前変えた。コ
ランって検定資格ある。そうなん、そこまで真剣には見てない。なんかしながら、料理しながらとか何回か見たことあるんだけど、一から全部ね、どんだけ暇じゃんなって。今日ご飯作った、何の心配。作った、おばあちゃんがね、炊き込みご飯、かしわご飯をくれたから、それがあるからご飯炊かずに、それとなんか冷蔵庫の中の余り物余ってる野菜とか、キノコたちを炒めた。花束みたいな声をした、見たよ、映画館で見た。私も青にご飯作りたい。作って毎日届けて、マジで毎日届けてほしい。さくらちゃんと連絡しているんですか。してますね、よくしてますね。でね、ヘアゴムつけてるの可愛い。しかも今3つもある。なんで？なんで3つもある？自炊してない最近。だから作ったって言ったじゃん昼も夜も作ってるよ。朝は食べない、昼もたまに食べない。最近あんま食べてないから、動いてなすぎてお腹空かない。あー来たよ。うん、お父さんだ。ありがとうございます。今日は肉じゃがとナスのおひたしなら届けられます。届けてください。うわ、肉じゃが食べたいな。今日のご飯はカレー用だっていいな、カレー。カレーもずっと食べてない、最近。カレーしたら何回、なんか2日か3日ぐらいカレーじゃん。今日は明太クリームパスタをソース1から作った。私もね、昨日だっけ、一昨日だっけ、お昼ご飯明太クリームパスタでしたよ。美味しかった。珍しく写真撮ったんだよ。ぶっ飛びー、ちょっと暗すぎ。水餃子食べた、いいねいいねいいね、水餃子。ビビゴの水餃子食べたい。食べたくなっちゃった。ループしてるって何？バグってる？消そうか一回。水餃子あったり、パスタの写真見てな。あ、面白い。写真ね。パスタ。
これ人によるんか。パスタ見た人もいるし、見てない人もいる。おいしそうだって。嬉しいね。ラルキー行きたい。わかる。ラルキー行きたい。ラルキーね、ちょっと前にね、行ったんだよね。メンバーと一期生だけで行ったんだ。いつだろうか。ラルキー美味しいよね。並ぶんだよね。でも撮影の、あ、この前ラルキーで食べたパスタ、これなんかすごい、なんか飛んじゃうんだけど、なんで、なんかやだ、飛ぶ。黒だからかな、お皿が。アスパラのペペ玉、アスパラのペペ玉とみんなで、これなんだ、ピザピザみんなで食べた。何人で行ったんだ、6人ぐらいで行ったよ。5人か。マジ女子会。ペペ玉って何だって。ペペ玉知らない？ペペ玉知らない？ペペ玉って何て説明したらいい？ペペロンチーノとカルボナーラみたいな混ざったやつ。なんてそんなこと、そんな感じ、なんて、ペペロンチーノに卵が入ってるのかな。ペペ玉っていう、種類ペペロンチーノに卵が入ってるんだと思う。ちょっとまろやかなペペロンチーノ。美味しいよ。名物です、名物です。でいつもラルキー並んで、ラルキーにしかないのよ多分。だからいつもみんなそれを求めて並んでる。で、おっ、何が起きた今。またループしてるって。雨関係あるのかな、これ。雨降ってる今。全然何、天気予報見ちゃう。今雨降ってなくない？あ、そんな、ちょっと降ってるぐらい。雨雲レーダー降ってないじゃん絶対。だって雨雲ないもん今ここに。どういうこと？何何、どういうこと？嫌いマジ本当に。怒っちゃダメって言われて。めちゃめちゃ怒っちゃう。あ、お城ありがとう、徳ちゃん。もう分かんなくなっちゃったよ。もう。
てかさ、なっちゃんのさ、生誕のためにさ、覚えたんだけどさ、リセット忘れちゃったあー、せっかく一生懸命練習したのに忘れちゃった。どうしよう、次いつか分からないから、どうしよう まあ一回思い出したか、多分頑張ればすぐ思い出せる。もう2日で思い出したのね。なんか外その日めっちゃ暑くて、エアコンつけてたんだけど踊ってるから汗だくになりながら家で覚えたんだけどね。でまあそうよね、その日のために思い出したらまあ忘れちゃうね、その日過ぎた。まあ次いつできるかわからないけど、できて出れるなら思い出そうと頑張って。万華鏡は覚えてる覚えてるよ、多分サビだけ。あれね、立ち位置がちょっとね、でも間違えちゃったから本当にね、万華鏡はリベンジしたい。もうこれがさ、最初これ、あ、窓の光集めのぞいたで、これか、あーこれね、サビがなんかもうややこしいんだよね。もうめっちゃ不安だった、演劇をやってる時。でもね、みんなもうさ、一気全員一気じゃん。だからさ、もうしかもずっとみんなやってるからもう慣れちゃっててさ、もう普通にこなすのよみんな。だからもう不安になりながら、この時にさ、下野にやばい緊張するって言ったら、え、なんて、万華鏡の振り付けって綺麗だよね。綺麗ですね。私にはあんな振り付けはできない。いい曲、難しい本当に。すげーって、何がすごいんだろう。またループしてるという。もうやめていい？なんなんだろうね。雨のせいじゃないよ絶対。もうやめるよ。
これアップデート、アップデートしてないってことないと思うけどな。じゃあ iPad を再起動させてまた明日やる。明日の9時。9時、うん、9時でいいんじゃない。何もしてないからね。もうちょっと早めにしよっかな。いや、いいや、9時で。明日の9時もう一回しよう。で、言うてでも42分じゃん。なかなか喋ってる。じゃあまた明日ね。あ、ランキングでも読みますね。13位、にゃおいし。12位、なんて書いてんだろう。タイジンしまちゃん3。11位、ゆいチェリーさん。10位、しゅんさん。9位、ちゃんこさん。8位、うわきださん。7位、ふるさん。6位、ばきさん。5位、いこあんさん。4位、お父さん。3位、ゆうとくん。2位、まさきさん。1位、とくちゃん。ありがとうございました。ありがとう。朝の9時じゃない、夜の9時。朝の9時は起きてない。10時ぐらいに起きるから、朝の9時はまだ起きてない。また明日ね。明日の夜9時。バイバーイ。みんなおやすみ。10時起きなの？だって、あの、ね、別に決めてないけど10時に目が覚めるっていうだけ。バイバーイ。おやすみ。おやすみなさーい。また明日。ありがとう。